で僕の指導教官はサイモンということなんですけども、まあコンピューターサイエンティストだけども心理学者でもある認知科学者で AI の先駆者ですね。言語学もやるんですよ。それで、彼の元々の博士号政治学なんです。で1978年に取ったノーベル賞は経済学。いやもう本当にスーパーマンで、この人にあの博士論文の主査をやってもらいまして、でこれはあの博士キタリスタの写真は博士の最終試験に合格した時、まあ、夫婦であのディナーをごちそうになった時であります。で僕はですね CMU では、まあ、サイモンが言語学と AI 両方とも専門であったことから自動翻訳をテーマに選んでやってきました。で、まあ、長い話を全部短くするとですね、まあ、日英の翻訳なんだけども音声認識を前につける、音声合成を後ろにつける、まあ、音声から音声スピーチトランスレーション今でいうポケトークですね。これをですね開発してプレス発表してデモンストレーションやったんですね。でこれがあの CNN にニュースになっていたのが残っている。 Not all translation of course needs to be so precise. 朝から気分が悪い。I have felt sick since this morning. It has finally happened. Man has developed a machine that can listen to the words in one language and repeat them back in a second language. 熱が下がらない。I have had a constant fever. 頭がちょっと痛い。I have a slight headache. 頭がキリキリ痛い。I have a pulsating pain in my head. 起きると頭がズキズキ痛い。When I wake up, I have a throbbing pain in my head. 朝からくしゃみが止まらない。I have been speaking since this morning. いやー、見事です。というわけで、これはあの医者と患者の会話ということに限定して文章をきちんと理解して翻訳する方法なんですけども、まあ、37年前なんでね、結構良くないですか37年。で、まあ、その後この音声認識も自動翻訳、進捗してですね、今いわゆる AI ブームになっていると思います。僕はこれは第3次 AI ブームと呼んでるんです。で、こういった個別の技術、対話システム、画像認識、顔認識、指紋認識、チェス、将棋、碁、機械学習、自動運転、こういった AI は確かに着実に進化して、まあ、目を見張るものがありますね。一方で普通の人が人工知能という単語から想像するのはやっぱりこういうロボットですね。何か自分で意思を持って自分で考えて自分で行動を起こす、まあ、場合によっては感情のようなもの、こういうロボットを作るというのがもともとの AI という分野の目的だったはずなんです。で AI の歴史はですね、コンピューターが出現した1950年代に遡ります。あの時に電子計算機というものが登場して、これはすごいと、計算能力も記憶能力も人間の比じゃないと、これは近い将来すぐに人間の知能で、まあ、こういったロボットとか、まあ、鉄腕アトムのようなものがですね、できるに違いないと思って、かなり多くの研究者が僕の言うフルスペック AI ですね、個別じゃなくフルスペックの AI、 これの研究をしたんですね。しかしですね、ほとんど進歩がないフルスペックに関して。で個別の音声認識とかはどんどん進歩、でじゃあ個別の技術をものすごく進歩させてそれを束ねたらフルスペックの AI になるかというと、これはもう絶対ならないんです。これはもう全然別の話なんです。全然です。でも一般の人は両方 AI って名前がついてるんで勘違いしちゃうんですよね。だからもうこれだけ、画像処理 もう顔認証 もうすごいぞ AI はと。だから近い将来のフルスペック AI がですね、ものすごい勢いで誕生するんじゃないか言うんですけども、これは私の意見です。完全に過大評価されていると思います。で、まあ、近い将来、まあ、2045年とかにですね、こういうように人工知能が自分で考えて場合によっちゃネットワークでつながってですね、
こう AI がこうグループを組んで人間社会に、まあ、いい意味でも悪い意味でもものすごい影響を与えるんじゃないか、そういうことを言ってる人たくさんいますよね。でそれ SF としては非常に面白いし、いいんですけども、いや僕は個人的な意見にはそれはもう絶対起きないというふうに思う。やっぱり過大評価されてるね。でもう一回言いますけども、このフルスペックを目的とした研究を今ガチでやってる人ほとんどいないです。みんな個別の研究、まあ、僕もそうですけど個別のになります。ちなみにこれ手塚治虫さんから僕に昔もらったお宝なんですけど、鉄腕アトムって、まあ、知らない人もいるかもしれないけど、1960年代のテレビアニメです。であの時の設定は鉄腕アトムの誕生日は2003年なんです。だから40年後にはこういうフルスペックの AI ができる、誰もが疑わない。でも、まあ、全然できてますよね。まあそういうことから、フルスペックの AI っていうのはがなんかもうこれからすごい世の中に AI によってなろうと思うのが僕は課題評価だと思います。個別の AI が AI が実は人々の生活を動かすことがあると思います。ああいうフルスペック AI は程遠いですね。でそもそもコンピューター、まあ、AI が心とか意識を持てるのか、このクエスチョン考えてみたいと思います。でこの疑問は1950年代からあったんです。いやもう電子計算機というのはいずれ人間のように意思や心を持つだろう。で僕たちはみんな心を持ってますよね。僕っていうものを持って皆さんも、まあ、それを意識というのが自我というのが持ってますね。で寝ると意識がなくなって起きる意識ができます。で皆さんにもおそらく意識があって、あなたの意識と僕の意識が違う、そういうものがあるっていうことは、まあ、ほぼ間違いなく多分みんな共有していると思うんですね。でこの、意識って何だかまず分かんないです。きちんとした定義はできない。まあでも人間のような心意識をコンピューターが持てるのかというのは多くの人が哲学者も含め議論して考えて、これはもう1950年代のホットトピックで、僕自身も40年前 AI の研究を始めた時は、いやまあひょっとして、これからスパコンとかできたらそのうちになんか意識持って、なんか自分で意思を持ったりすることもあるかもしれないなと思ってたんですけど、今はですね可能だと思ってます。これは僕の意見です。もうデジタルコンピューターに人間のような意識意思を持たせることは可能だと僕は思っています。でなぜなんだと思うんですけど、実は他にもこのロジャー・ペンローズという人がですね、量子の脳仮説、よくわかんない仮説を出したんですけど、実は彼だいぶ前ですけど CMU に講演に来たんです。それ僕生で聞いたんです。その時に量子の仮説、まあ、これちょっと分かんないのでみんな分かんなくても聞き流していただければいいと思うんですけど、意識とは量子力学的な現象、まあ、彼の仮説なので、量子力学的な現象をデジタルコンピューターで作り出すことは不可能、まあ、こう言ったんですね。で、まあ、ちょっとよく意味分かんないんですけど、もっと意味分かんない次に来て、脳内の神経細胞にある微小管で波動関数が収縮すると意識が生起するということを結構真面目にですね、言ってるんですね。でペンローズさんは決して怪しい科学者じゃなくて、2020年にノーベル賞を取ってる。これもこのネタじゃないんです。ノーベル賞を取ってるような人が、不可能だと。だから僕も不可能だと、全く彼の意見に同意なんですけど、でもひょっとしたらこの量子力学的ななんとかって言ってるから、量子コンピューターならもしかしたら不可能じゃないんじゃないかなっていうことだけを付け加えておきたいと思います。